こんばんばは平井弘明です初心者第3弾やりますまず最初第1段階としてアプローチ要はフェースのこう管理の仕方をやったと思うんですよで第2弾として UFO を踊ってますちゃんとこう,こうやってちゃんとやってくださいねって平をこを立ててくださいねっていうそれ第2弾でしたねで次第3弾今回なんですけども それができた1段階目2段階目ができて3段階目にやることっていうのはそれがその2つができてくると今度本格的ににクラブを振るる作業に入るんですよでその時にもちろんただ振ればいいってもんじゃなく平井博明のワンップゴルフまずクラブをもうこれぐらい強さ握る強さこれぐらいこれぐらいで握って構えます。 でその強ささでここううややっっってててて振みくだいその時に右に上げた時に左かかとがちょっと浮く左に振った時に右かかとがちょっと浮くこの入れ替えこう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 ,こうそれをかかとだけでやる。 こう、これがフルリズムです。で、段階三今回の第三弾はちょっと一気にこうレベルが上がるかもしれないんですけども、今みたいにリズムを取りながらこう今左かかとを上げた右かかとを上げたで打ったんです。それリズムの中でただ打ったっていうだけ。もう一回いきますよ。 腕の力感だとかグリップっていうのは結構楽な緩い感じこうでこれがイメージ半分ぐらい9時3時ぐらいこっからここまでの感じでこうやって今振ってるんですけどその中でクラブだけをグリップ緩くして動いた時に。 飛んんじゃいそうな場所ってあるんですよクラブが。平井だったら多分ねこの辺この辺なんですよね。この辺でポンってこう飛んじゃいそうになるこうやって抜けちゃいそうになる。そこがその方のグリップに力を入れるポイントなんですよ。だからトップ作ってトップから抜けちゃいそうな場所にかけてゆく ゆっくりアクセルを踏んでここが一番アクセルが踏む場所ですよっていうところになってればいいその意識で振ってみます。すいいですね。今みたいにここからググンってここに一番握力を上げていく感じでその上げた握力の強さのままフォローするまでいく意識。 もう一回やってみます。ゆっくり上げてここで抜けちゃいそうになるからここを一番グリップを強く握るそうで瞬間的に握らない理由っていうのは瞬間的に握るとクラブってこうやってこう描いてこう動くじゃないですか。 力を入れた場所から横移動する動きが力むと出てくるんですよなんで徐々にアクセルを踏まなきゃいけなくて徐々に力を入れていかなきゃいけないなんで一番こう抜けちゃいそうなところで徐々にトップからそこにかけてギューって力を入れていく方が横移動が少なくなるんで例えばこうやってなっちゃったりこうクラブがとにかく下に行かなくなるっていうことがなくなるんでちゃんとクラブが ボールにこうやって向かわしてあげなきゃいけないんで徐々に徐々にインパクトに対してグリップを少しずつ強くしてあげることがポイントです、はい、でさっきのかかとを上げるっていうのはもうとにかくリズム感クラブを振るこのリズム感を大切にしてほしいんでこうやってこういうふうにで実際打つ時になったら上げ,る上げなくてもいいんですよかかとはそのままついてて頭の中でリズムを刻んで打ってあげてもいいんですででも練習なんかでは こういうふういいいふに素振りとかでもいいでもすよねそういう時にはこうやってかかとを上げて踏ん,踏んで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 っていうふうにかかとをしてあげるとリズムが取りやすいんでこうよりりタイイミンングが作りやすすすいいかなと思いますそうこれポイントですねスイング中に手のひらがこう地面と垂直になることとフェース面の管理一番最初のですねそれができてくると今みたいに3つ合わせるとああいうふうに。 ストトレートボーボルナイスボールが出やすくなるんでこれはもうう初心者のうちからやっといいいた方がいいですこれも前の動画でも言いましたけどでできなくてもいいんですよリズムをちゃんととってこうやって踏んであげてそのタイミングリズムのタイミングそこでバーンって打てるかどうかっていうのと急激にグリップをガンって力んだりとかちゃんと抜けちゃいそうな場所を見つけることが大事なんで。 何もそれを全部成功させてナイスショットが出なきゃいけないってわけじゃないんですよ。でなんでグリップを緩く握れなきゃいけないかっていうとその力むポイントが力を入れてたら分かんないんですよでも最初のレッスンなんかで僕はずっと力を強めに入れてくださいって言うんですよ。その理由はあの オンラインサロンの方でも言ってるんですけどもいろいろこう理由があって絶対何をしなきゃいけないっていうわけではないんですよそうだから最初の段階ではグリップの力をこう多少抜いてクラブの振られ感を利用するんですよねタイミングよくこうやってプラーン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 っていうのをリズムよく振ってあげるとタイミングよく振れるんでその意識でちょっと打ってみてくださいアイアンでやるアイアンドライバーでもいいよ<あ>ウエッジでもいいし<あ>な、まあ、何番でもいいの。クラブでうん そう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 9番とか7番とか初心者のハーフセットでも絶対入ってる番手だったらもう何番でもいいドライバーでもいいしアイアン7番9番サンドウェッジとかでもいいし全クラブできた方がいいね後にね。ここまで3つやったじゃん、ねうん、前出してた動画で「うん、振り遅れないように戻しましょう」って、うん、ずっと言ってて、うん、初心者に1回出しちゃってそれはどういうふうに併用してくるのうーんと、ね、もうといようにした <laughs> そこ 諦めたなんで諦めたか言っていい <laughs> あのさあそもそもの話していい戻すことが優先って言ってるじゃない戻すことが優先ってことは頭の中真っ白にしてもらいたいの。でそこから今また話始めるね戻すこと優先ってことは戻すじゃないそうでも戻すこと優先分かったよって言ってこうやってやるから。 自分のスイング捨てらないんだか,だからそれなったらもう平行線だから諦めた戻すこと優先だよの言葉の意味を分かってないから戻すことが優先なんだからでも戻さないでしょ戻んないんだよねって言うんでしょ戻らないわけないの戻してないの戻さなきゃいけないのそう諦めてフフフフフフ 違うでもそれを純粋に振り遅れないよう戻すことが優先ですよをやっていただいた方何人かいるんだけど全員レベルアップしてるから <laughs> いやそりゃそうよねそう、うん、でその方がいや分かりましたよ戻しますよっつって最初これぐらいで戻してるわけその人が今戻せるようになってスイングのスピードがこれぐらいになってるから戻せる 最初にそれを素直にやったからねそう。それができるようになる前にみんな振りたくなっちゃって振っちゃうから戻んなくなって、うん、戻んないんでしょそうだから平井は諦める <laughs> <laughs> そう今までの3段階をちゃんと忠実にやっていけば少し、うん、はやっぱ戻りやすくなうんとね、言っていい戻せなくなる要素が入ってないからやる必要ないのそうなんも、ね、そう戻しやすいよ戻しやすい,やすいそう うなんだそうそう,方でそうインパクトゼロを言語化した理由が理論をやってまっすぐいかなくなっちゃった人用だからあ<ー>そう純粋に最初から戻してる人にインパクトゼロを言わないしそうかそうだってインパクトゼロなんだからやろうとしてんだからやろうとしてんだから始めたてで見た人は、うん、確かにこの人ずっと戻せって言うから。うんうん ゼロやろうやろうってなってるから、<ん>いらないわけだ。いらない、いらない、いらない。で、戻せてるのに、インパクトゼロやろうとしてくださってる方もいる。ああそうすると、過剰になっちゃって、良、うん、かったものが崩れる可能性もあるから。ああああそう、だから、そうなったら、もう本当レッスンしかないんだけど。そっか、それはじゃ、初心者向けで、頭は真っさらな人が、まだ、理論が何も入ってない人が見るから。ああ今言ってきた、その三つ目、三<あ>段階の練習、ちゃんとしたら。ちゃんと戻せるし。ああ そるだろうとう。そう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 、はい、それで戻らなくなったらインパクトゼロに枝分かれしていそういい。なるほど、ね。そう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 うそうそまあ仮に3段階目までやって戻せるとしますその方がでずっと戻せるんだったら「インパクトゼロ」っていう言葉を一生知らないで終わるからそう,、ね、そう幸せなことよね

これを見てくださる方はもしかしたら初心者の方の方が多いかもしれないから言うけど右肘は低く使っちゃダメですよ <laughs> 右肘をこうやって低く使ったら絶対ダメですからねもうこれは最初のうちから癖づけといた方がいいなっちゃうげたいから上げたい飛ばしたい捕まえたいこれがちょっとでも入ったら低く使い始めるからもうそうなったら危険全然こう,こうやって使うからこうやってこれ絶対ダメだから。 彼のその三段階だけやろうとしてもそうなっちゃう。これ<あ>入ってきちゃう。入ってもできない。ガヤがあるからね。ああそうだよねああ。例えばそれが見てくださる方が女性でひたすらこうやって練習場に一人で行ったらね、一時間行ってみなよ。何人から話しかけられる？<laughs> <laughs> 確かに。でしょ？俺たちで二三時間こうやって撮ってるけど誰も話しかけない。おかしいよね。おかしい話だよ <laughs> 本当に。<laughs> <laughs> <laughs> そうそうそうだから例えばね「いやそんなんじゃダメだよ」と言われてもしかしたらもうそっから急にプロ並みになっちゃうかもしれないし <laughs>、うん、今までやってきたことだけできなくなっちゃうかもしれないしそう分かんないけど <laughs> そういうことがある。でも自分一人で例えばやっててああいう球打ちたいなとか思ってきても理論を知らなければその動きをやらないから多分純粋な考えだったら例えばじゃあ飛ばしたいが欲だとしたら。 女性の方で飛ばな,いってなって飛ばしたいなっていったら多分クラブだったり腕を速く動かそうととすると思うんだよねそうだよね単純にこれが当たってんだから力入れてそうでしょるるするそうその時に今までと違う動きになるのはどこだってことなんだよねそれを教えられるんじゃなくて感じなきゃいけないのそうしたらレベルは速いの上がるのは教えられてたらレベルは上がるのは遅いから自分で気づいてないから分かったよなんか。 なんかががった気がする人にアドバいやあのね今回この話になったから言うけど例えばレッスンしててじゃあ僕が一人の生徒さん教えてますでどっかのゴルフ場メンバーですいろいろこう今までこう地道にこうレッスン来てくださってよくなってきたじゃないでガヤが入るでしょ、はい、るしたらまたそこに上がるまでどれぐらい大変な思いしてるかっていうのを。 分かってほしいわけよ、うん、それは本人も僕も言うのは簡単崩すのは一瞬だからでもその方がどれだけのお金を使って時間を使ってそこまでレベルアップをね地道にしてきたかどうかをもうちょっと考えてから責任を持ってアドバイスをしてほしいわけプロオルフーは人に言わないんだ、うん、言わない入れ方しか。そうだよ動き方ななんかか言わないから それはやっっっぱあれだ一瞬で崩れれるるる。のもかかててそれが99項目うまくいってるイメージが出てて1嫌なイメージが残ったらもう1嫌なイメージがでかいから99を上回るからそういうのを知ってるから言わないのそうだからね実際にあったことだから今言ったけどどんな思いでどんな時間をかけてそこまでやってきたか要は過程があるわけじゃない。で 完成形まであとどれぐらいあるのかも知らないであなたアドバイスしてるでしょって、うん、そうまた戻んなきゃいけないんだよってつらい,、ね、いでしょ、うん、その本やってる本人が一番つらいのよ、うん、また戻っちゃったってで要はそのアドバイスくださった方からも俺からもいろいろ言われて違うことを言うでしょってことアドバイス言うってことは俺と逆な意見だから、うん、同じ意見だったら言わないからそうだから真逆をまたやんなきゃいけないでしょ 言われるってことは逆なんよそうだよ違うってことだからでその方がどんだけうまいのってプロなのって違うんじゃないだってその方だって誰かに教わってるかもしれないんだよそ <laughs> したらさその人の意見じゃないじゃないそう <laughs> 確か<に>そうだから教えることは悪いことじゃないけどそれぐらいのストーリーがその方にあるよってことそう分かってほしいたただででそこまで来たわけじゃないし でその人が完成してんだったら言っていくら言ったっていいよ完成してんだからまた戻れんだから<ー>そう途中の段階で言って迷わすことをしちゃったらじゃあまたレッスンに来てくださった時に俺もその人もどうしちゃうのってそういうことがわからないと本当無責任になっちゃうや全然ある。 って聞いた全然あるいや誰々にっていうか、まあ、知り合いの方に教わってでも邪気にできないじゃないそう,だ,、ね、そうだからその場でやったらそれが癖になっちゃってとかって全然あるからでもそう教えてる方も悪気はないじゃないだからすごいね、うん、ある難しい問題だけどね第0弾としてああ人の話は聞くなっていうところをんで それは大事なことかもしれませんね。だけど十秒ぐらい終わっちゃう。そうだね。そうだから、本当悲しい出来事になっちゃうから。だから、基本の動画を撮りたいっていうのと、うん、それだけぜひやっててほしい。で、自分で気づく項目を増やしてほしいんでね。はい、感じる項目を。うん、それは本当大事なんで、今回は第三弾としてですね。クラブの振り子、振られ方ですね。 を学んだ後にしっかりスイングをリズムを取りながらしてみようという動画を撮っていきましたで、初心者の方なんかはぜひ試しにですねやっていただければと思います気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします最後までご視聴ありがとうございましたこの度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めましたセクシーショットありのマルヒ映像ばっかりでございますのでぜひ興味ある方は入会していただいてですね知ってるあれ っていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますのでぜひご入会よろしくお願い,いたします。